ゃん、こっちはそうだね。あっちはまだで、こっちはもう全部。どんどん。うん。満開じゃない？満開。まあ、もしくは食事と別々でもいいけどね。そうだよね、ちょっと席が店は限られちゃう、うん、だし鼻が見えるとこって混むかもな、うん、そうそうそう、まあどうしてもなら別に別でいいかな。じゃあ例の焼肉焼きます。焼肉でもいいし、そばでもいいし、うん、すごいね。え、いい、綺麗じゃない。向こうにも混んでるんだね。うん、そうそう、そんなない。満開じゃないから来週もやってんじゃねえ。天気によったら、ね、雨でね、全部落ちたりとか。あ、わかりる。中華の天気でね、うん、この季節はすごい冷えれば持つの。ああ、ひら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 、違うね。今のだけ違ったの。うん、あ、ひまちゃん見てごらん。ん？ひまちゃん、ひまちゃんのコーナー、あのピンクだよ。本当だ。袖だ。何系これか？肉？俺もう全ノージャンル。ああ、そうかそうか。じゃあもう見つかった。降ってきたね。もうどこでもいいや。で、例の焼肉屋戻る。いいじゃない？うん。あと。急にだな。今38分なんだけど、うん。さっきの定食屋でもいいしよ。うん。だってまだ2回終わってる。うん。行ったことないし、あそこ。あ、花見れなくて、定食食べたい？定食食べたい。あ、でもあそこさ、結構密になるけどね。なる？まぁ、あ、ちょっとちらっと見てみるよ。あそこ焼肉こっちだもんね。うん、こっちがいいか。こっちの方がいいや。いや、みんな出てくると入ってくるやん。もう一回見えるじゃん。あ、そうだね。いや、食べたくなくても、とりあえず見直すじゃん。うん。まあ、電車電車。あ、でもそこもありだね。はい、か。あ、そこ見れねえな、でも。全然角度悪いわ。あ、見なくてもいいや。見なくてもいいんだったら、うん。見なくてもいいんだったら焼肉屋でいいか。そうだね。ねえ、2時に3時になってなくて。本当だ。まあ、じゃあ36時に39分だもん。3分になって。たった3分。本当だね。見てもらったら、花見てごらん。あっちの奥。本当だ。花すごい。ここ一回も行ったことないね。今度行ってみる？いや、今度行ってみようと思って。今はいい？今はいい。ええ、今はいい。個室の方がせっかくだから。個室。ということで行ってみようか。